半戦初戦、田中選手も2得点を挙げました。今日の試合振り返ってください。はい、まあなかなかこ うまく入りがつかめなくて、まあ、相手も3バックできてて、こう相手 の, あのいいプレッシャーにこうされ気味になってしまったんですけど、まあ、それでも接戦点取れてたのは良かったと思うんですけど、追加点までがちょっと長かったんで、そこは反省してます。久しぶりのベレーザでのサッカーでしたが、うまくいったところといかなかったところそれぞれあれば教えてください。はい、あの後期スタートするってことで、こう新たなこう自分たちのサッカー、新たではないですけど、またステップアップしたこう自分たちのサッカーこうしようっていうのが、あの長瀬さんから話があって、まあそれで今日スタートしたんですけど、まあやっぱり久しぶりのこうメンバーでこのリーグでっていうので、なかなかこう ぎこちない、なんだろう、入りになってしまって、そこからこう、まあさっきも言ったように相手の方が多分入りがすごく良くて、それにあの受け身になってしまったような形になってしまったんですけど、まあ、後半こう回す中で相手の間が空いてきて、そこをうまくつけて最終的には5得点取れたのは、まあ、良かったかなと思います。次節はひたちなかで野島戦です。ホームゲームです。意気込みとサポーターの方へメッセージをお願いします。はい、久しぶりのホームということで、あの相手も、上位の野島ですし、しっかり勝って、あの次につなげたいと思うので、ぜひ応援よろしくお願いします。